はい、どうも、ミキです。こんにちは、りょうた先生です。はい、ということでね、皆さん、いつも動画見てくれて本当にありがとうございます。はい、で今日はね、このサムネであった通り、今年の4月からですね、新しい試みを始めることになりました。それは何と、SG スクール。はい、この SG スクール、何かというと、護身術と体操を掛け合わせた子供向けのレッスンです。子供向けのレッスンをやるために、体操の先生が欲しかったんですよ。イエーイ。りょうた先生と一緒にですね、体操と護身術を掛け合わせたレッスンをやろうと。で3月からですね、体験会を行い、そして4月からオープンさせてもらいました。お手先の技を真似するだけでは護身術は絶対できない。このスクールは4歳から学べるスクールになってるんですよ。ちっちゃい時からマット運動の力、そして護身術的な力、それを養うことによってですね、護身術を身につけることが可能なんです。おお、そうなんですね。子供の運動不足は増えてるし、だけど何かあった時に逃げるためには何が必要か、自分の身は自分で守る最低限の能力をやっぱり身につけてもらいたいんですね。なのでその基礎としてこのレッスンを作らさせてもらいました、うん、はい、3月にねちょっと体験会やってやりましたね。はい、もっと知ってもらいたい、うん、だからこそ、ね、YouTube を上げさせてもらいました。引き続きねこのスクール知ってもらいたいから、4月もですね、体験会開催していきたいと思います。毎週ね火曜日と土曜日のお時間、火曜日だったら、4時、夕方の4時と5時のクラス、土曜日だったら、10時と11時のクラス、毎週開催しております。今見てくれてるお父さんの方とか、まあ、お母さんの方いたらぜひですね子供たちと一緒に体験、来てもらえたらなと思います。僕が今まで学んできたこと、そして彼も、もう10年くらいね体操の子供の指導をやってきたし、自分自身とかいろんな競技をやってきてるんで、実際に体験してほしい。そうなんですよ、うん、どうやったらみんな満足してくれるかなってことも考えながらやってます。全然無料体験で来てもらえればなと思うんで。格闘技っていう厳しいイメージとはだいぶ違って、フランクにポップにやってる教室なんで、ね、運動が苦手でも楽しめるような環境として僕らは今やってるので、一回遊びに来てください。そうだよね、うん、体のね基礎的な部分、うん、マット運動技術、格闘技術、そこをね身につけてもらって、まあ、そこから興味持って格闘技を始めてもらうのもよしです。4歳から学ぶことできるので、公式 LINE からメッセージで分かんないことの質問、こちらも全て受け付けております、うん、ご参加お待ちしておりますので、待ってます。お願いします。イエーイ。護身術動画も上げてますので、過去の動画もぜひ見ながら参考にしていただければなと思います。イエーイ。今日は以上です。ありがとうございました。バイバイ。